エルガイムは、重戦記エルガイムに登場するヘビーメタル。主人公、ダバ・マイロードが、物語前半で登場した、A級ヘビーメタルである。チャオ、エルガイムを出そうよ。やれんのかよ。人をやるのは嫌だよ。気持ちが悪い。不気味だ。わかった。その代わり、ゼッタは撃退してみせるって。あれならマシンだからな。やっても不気味じゃない。了解。エルガイムの開発。ポセイダル軍によって滅ぼされたヤーマン族カモン王朝の遺産ともいえる A 級ヘビーメタル。物語の舞台であるペンタゴナワールドでは、原材料等の問題から新規にヘビーメタルを設計開発することが難しい環境となっていた。そのため安価な代用品や技術で開発されたものを B 級ヘビーメタル。過去の機体をもとに精密な部品を使って製造されたレプリカ品を A 級ヘビーメタル。過去の対戦で使用されたオリジナルの機体をオリジナルヘビーメタルと呼び、後者になるほど戦闘力とデザイン性が高いとされている。エルガイムはもともとハンドメイドのヘビーメタルだと思われていたが、実際はヤーマン族カモン王朝のオリジナルヘビーメタル、ガイラムの改良機。本機の母体となったガイラム0021はアーメスとも呼ばれていた機体である。ダバの養父であったダバハッサーの手によって持ち出された機体で、ポセイダル軍にヤーマン族のヘビーメタルであることを感づかれないための外装の変更が行われている。またヤーマン族の復興の際の即戦力となるように、あえて構造の簡素化等のデチューンが行われ、量産に向く機体にもなった。エルガイムの基礎技術は全てヤーマン族の残してくれたものだ。それを私が改良を加えて量産にも向くシステムにした。実際に劇中ではこのエルガイムをベースに量産型の B 級ヘビーメタルリザードが短期間でかなりの数反乱軍で製造されることとなる。しかし本機は母体がガイラムということもあって、オリジナルヘビーメタルと遜色ない機能を発揮できる部品が使われている機体である。そのため A 級ヘビーメタルとしての戦闘力は保ててはいるものの、突出した面のない無難な機体性能のため、 A 級ヘビーメタルとしては平均的なレベルに過ぎない。よく言えばバランスがよく搭乗者を選ばないため、劇中ではダバ以外のパイロットも搭乗した。武装は近距離専用のセイバーやランサー、中距離専用のハンドランチャーにパワーランチャー、遠距離攻撃用のバスターランチャーと近距離戦から遠距離戦までを一機でカバーしている。パワーランチャーの接続チャンネルは3つあるため、単独でのバスターランチャーも使用可能だが、最終回で使用した際はエネルギーをすべてバスターランチャーへと回したため、発射後機体は動かなくなってしまった。動力源は太陽光エネルギーで、機体走行面で太陽エネルギーを変換、さらに消費したエネルギーをソーラジェネレーターで再利用するという仕組み。コクピットは普段は車両のように独立してホバー走行するスパイラルフロー、フリッカをエルガイムの首の付け根に収納することでコクピットとする。収納されたフリッカの内側がスクリーンとなり、視界210度という高い視認性を誇る。収納時のフリッカは内部で浮遊しているため、衝撃や G に対するパイロットへの負担を軽減する役目も担う。劇中でスパイラルフローシステムが採用されたヘビーメタルは、本機をはじめ、エルガイムマーク2、リザード、ヌーベルリザードの4種のみで、ヤーマン族独特の技術ということから、ポセイダル軍のヘビーメタルには一切採用されることはなかった。ちなみに本機でのスパイラルフロー収納の際は、パイロットがドッキングセンサーと発生する。ドッキングセンサー一度行ってみたかったのよね。なお本機には補助操縦技術も組み込まれており、フリッカ未収納でも簡易操縦は可能だが、衝撃吸収機能をスパイラルフロー機能に依存しているため、戦闘行動はまず不可能。ただし本機を動かすという操作はそれほど難しくないらしく、劇中でもミラリーのリリス・ファウが一人で本機を動かしているシーンも確認できる。
また、物語の最終回では、ダバが本機へと乗り換える際に、エルガイムマーク2のスパイラルフロー、ビュイのまま乗り換えている。ただしその際、ビュイの細長い前面カバーのみがモニターと機能することとなるため、上下はともかく、左右の視界は極めて狭くなってしまう。それとは逆に、エルガイムマーク2にエルガイムのフリッカを収納して操縦することは、サイズ的にほぼ不可能となっているとのこと。風船性能に関しては、両足に内蔵されたフロッサーによって、長距離ジャンプ程度の簡易飛行ができ、さらにフロッサーによる滑走で、走行でも高速移動が可能となっている。さらに背中に軽量の大気圏内飛行用ランドブースター、ライトを装着することで、単独でかなりの飛行が可能となる。ただし長距離飛行を行う場合は、大型のランドブースター、スピリッツを使用。宇宙空間では、宇宙空間用背面ランドブースターを装着する。ペンタゴナワールドのヘビーメタルには、ムーバルフレームと呼ばれる、いわゆる機体の骨格のようなものが使用されており、機体の大きさによって、スモール、ミディアム、ラージのサイズに分類される。本機のムーバルフレームは、ミディアムサイズ。ムーバルフレームには、ジェネレーターやエンジン、フロッサーなどが内蔵されているため、ムーバルフレームがヘビーメタルの良し悪しを左右すると言っても過言ではない。なお、このムーバルフレームは、本作品のメカニックデザイナー、長野守氏によって考案された機構で、以降の様々なリアルロボット作品で登場する。その多くは、ムーバブルフレームの名称で呼ばれているが、重戦機エルガイムの資料では、ムーバルフレームの呼称が多い。そのため、当チャンネルの重戦機エルガイム関連の動画では、呼称をムーバルフレームで統一させていただく。エルガイムの武装？セイバー？ペンタゴナワールドのほぼすべてのヘビーメタルが装備しているレーザー式の光剣。普段は腕部内側に収納されている。ランサー？セイバーの派生型で両端にレーザーの刃がついている武器。セイバーと比べると攻防一体の武器という側面が強い。リス、お前は逃げろ。今なら。ランサーは二つに使えるのよ。そうか。アキュート、エルガイムの腕部装甲にある、打突用の武装。腕部を曲げることで露出する、腕部装甲の尖った箇所で相手を突く、近接格闘装備。そのため、間合いはかなり短い。ハンドランチャー。腕部内側に収納されている小型の遠距離兵器。パワーランチャーに比べると威力は低い。ちなみに両腕の格納部にはセイバー、ランサー、ハンドランチャーをどれか1本ずつ収納可能。パワーランチャー。ヘビーメタルが装備している標準的なレーザー式の遠距離兵器。ヘビーメタルの腕部に装着し、ランチャー後部のエネルギーチューブを腰部の接続チャンネルへとつなげて使用する。 S マイン、バインダーの中にドーナツ型の小型爆弾を装備。敵に投げつけることでロックが外れて分裂して爆発する仕組み。火薬式ではないため狙撃されても爆発はしない。バインダー、いわゆる本機のシールド。ビーム吸収式のコーティングがされているため、ある程度のビーム兵器の攻撃であれば無効化できる。ちなみに機体装甲にも多少の対ビームコーティングをしているようで、マシンナリーのビーム砲程度の攻撃であれば無効化できる。バスターランチャー。オプション武器としてバスターランチャーを使用可能。ペンタゴナワールドでも最強の火器とされており、一撃で何十機ものヘビーメタルを破壊できるほどの火力を誇る。発射には機体本体に接続チャンネルが3つ必要。かなりのエネルギーが必要となるため、基本的には A 級ヘビーメタルや大型戦艦での使用に限る。エルガイムのスペック。所属、反乱軍、開発、ダバハッサー、生産形態、
改良機、全高 20.7m、ランドブースター装備時の全高 24.1m、重量 19.1トン、全備重量 31.1トン、分類 A 級ヘビーメタル、動力源太陽光エネルギー、走行材質ジーンプラ、ムーバルフレーム、ミディアムサイズ。主な搭乗車、ダバマイロード、ファンネリアアム、ミラウーキャオ、セムージュ車とリリスファウなど。エルガイムの活躍。ダバマイロードが故郷のウーゴル村を出立した際に一緒に持ち出した A 級ヘビーメタル。物語序盤の舞台であったコアム星ではワークスと呼ばれるヘビーメタルキャリアに積んで運用していた。ワークスでのエルガイムの整備はダバの幼馴染であるミラウーキャオが担当。ダバがミズン星の反乱軍へと参加したことでエルガイムの情報を反乱軍へと提供することとなり、それをもとに反乱軍の主力機となる B 級ヘビーメタルのディザードが完成する。またダバはこの時エルガイムにヤーマン族の技術が使われていたことで、自身がヤーマン族カモン王朝の王子だという養父ハッサーの遺言に確信を持つこととなる。このマシン、ミズンのメカニックマンが関係していると思えないか。ミズンの？ダバはコアム星の出身と言っていたが、このマシンのムーバルフレームの使い方などは昔のヤーマンタイプの癖がある。その後はミズン星の反乱軍の象徴となり、ポセイダル軍と戦いを繰り広げた。ミズン星の反乱軍が壊滅した後は宇宙へと出て、ポセイダル軍のギャブレット・ギャブレーの A 級ヘビーメタルなどと戦いを繰り広げながらトライデト・アル星へとたどり着く。そこでポセイダル軍が新たに開発していた A 級ヘビーメタルのアモンデュール・スタックと出会い、その機体を奪取することでエルガイム・マーク2が生まれることとなる。ちなみにエルガイム・マーク2完成までは技術者のメッシュメーカーに無断で本機のパーツを抜き取って流用されたり、ギャブレーの乗るアシュラテンプルの自爆の巻き添えを食らって大破するなど散々であった。その際にキャオはこれだけむちゃくちゃにされたら作り直すのと同じと嘆いておきながら、 A 級ヘビーメタルである本機を元通りに戻したところを見ると、彼のメカニックとしての腕はまさに恐るべきものだと言えるだろう。ダバがエルガイムマーク2に乗り換えた後はエルガイムには主にファンネリアアムが登場。エルガイムマーク2登場後の本機はマーク1の呼称で呼ばれることが多くなった。ちなみにアムはエルガイムで13人衆の一人であるリーリー・ハッシーの乗る A 級ヘビーメタルグルーンを落とし戦死させるという大金星を挙げている。ガストガルデの最終決戦でダバはオルドナポセイダルの乗るオリジナルヘビーメタルの王子と戦い、エルガイムマーク2は大破してしまう。そのためオルドナポセイダルを倒した後のダバはアムの乗っていたエルガイムへと再度乗り換え、ギワザ軍との最終決戦へと挑んだ。そして最後はギワザロワウのシャトルをバスターランチャーで狙撃し、全てにケリをつけたのであった。バスターにエネルギーを増す。落ちるぞ。ほどめだからいい。やれ。物語の途中で主人公機を乗り換えるということはリアルロボットアニメでよくあることではあるものの、最後に再び全主人公機に乗り換えて物語に決着をつけるということは珍しく、まさに胸熱の展開だったと言えよう。このようにエルガイムはまさに最後の最後までこの物語の象徴とも言える機体であった。以上がヘビーメタルエルガイムの詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。